インドニシキヘビは、ニシキヘビかニシキヘビ族に分類されるヘビ。特定動物。インドネシア、カンボジア、タイ、ベトナム、中国南部、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アメリカフロリダ州インド、ネパール、バングラデシュ、パキスタン全長オス250から350センチメートル、メス300から450センチメートルで、最大全長823センチメートルの記録がある。 体色は茶褐色で大きな反紋が並ぶ。頭部の反紋はアルファベットの V 字状になる。最大野種。胴体には黒で縁取られた褐色の反紋が入る。頭部の反紋は明瞭。上唇にある鱗は目に接しない。最大でも600センチメートルほど。ビルマニ式蛇に比べ体型は太く、黒で縁取られた暗褐色の反紋が入る。頭部は赤く染まり、 反紋は不明瞭。上唇板が目に接する。森林や水辺に生息する。熱帯雨林に多く生息し、水辺で多く見られるが、乾燥地帯にも生息している。幼帯時には樹状性傾向が強いが、成長に伴いほぼ完全に地上性となる。植生は動物食で大きさに応じたカエル。爬虫類、蝶類、哺乳類を食べる。大型の個体では、 今日や人の捕食例もある。ただし安静時の代謝は低く、成長すると6メートル近くになる。ビルマニシキヘビ生態は食物を一切摂取しなくても、丸1年は生きていける。繁殖形態は、男性で、1回に20から40卵、最大で100個以上の卵を産む。メスは卵を抱くようにトグロを巻き、筋肉を収縮させ、体温を上げて、卵を温める。 ビルマニシキヘビは変温動物だが、ある程度は代謝速度を自分で変化させられ、前述の産卵時以外に消化中は安静時の44倍まで代謝率が上昇し、さらに獲物を飲み込んでから48から72時間、ゴロウには心臓が元の大きさから40%拡大し、血液生産量も5倍に増加する。アメリカのフロリダ州に飼育個体が逃げ出したか、 捨てられた化した個体が確認されている。川は川製品に利用される。元種は川目的の乱獲により生息数が激減した。現在は生息地で保護されている。飼育下でも5から5.5メートルほどの個体は珍しく、ないのにもかかわらず、これまで6メートルを超える個体の正式な記録はなく、 最大全長は6から6.5メートルとされることが多かったが、アメリカのイリノイ州の動物園で飼育される個体が全長8.23メートル、体重182キログラムで、飼育下で最大の大蛇として、正式にギネスブックに登録された。アッシュビルマニシキヘビの性質はおとなしく、多くの動物園や生物学の研究所で飼育されている。 ただし大型になることや人を捕食した例があることから、動物愛護法により、特定動物に指定され、飼育にあたっては、地方自治体の許可が必要になる。ありがとうございます。